まあやっちゃいましたねあの、これ、東京都の戦艦もタッチしちゃう、寄付金詐欺みたいなものにタッチしちゃうということになっちゃうんですよ。あの寄付金, <laughs> 金詐欺にあのタッチしちゃう、要はね、あのまあ、それ一本解説していくか、まあここはやばいんですけどね、ポスターを掲示するときの返金の、ね、認められない条件が少なすぎるんですよ。これ、少なすぎるね。 ということは、あの返金されない条件というのはいろいろあるのに、それ網羅してないんで、だからおそらくですけど、寄付金詐欺になっちゃう。もう間違いなくというか、ね、それなってるんだけど、それを多分、和価値こするっていう作戦に出ると思うんです。<laughs> それを一本動画にしていきたいと思います。本日2024年の6月15日午前8時49分を回ったところです。仕掛け動画系 YouTuber の大谷大浅大氏でございます。 2024東京都知事選挙の東京都選挙管理委員会高木 <laughs> がポスターを剥がす行為はま寄付金詐欺になるかもしれないまずはねそのジャッジメントがそっちに委ねられてるわけイコールもしかすると一般人にも委ねられてるかもしれないわけねだから もうその時点で寄付金が認められないんであればねあのその,そのねやった人が一方的に不利になる可能性がある。例えば貧しい子供に子供食堂か何か分からないけど何だったかな貧しい国に何か送るとかつってその用途を限定して 該当で寄付を集めるこれ該当と同じだから基本的にね該当で不特定多数から寄付を募るじゃんねでそれ寄付を募って実際はその名目に使わないで自分たちの生活費とかそういうものに充てていたね当てていた場合で寄付金詐欺でやられたグループがいましたでその時に一つ一つの個別案件で ね、こういう使い方をしますって言ったから、えー、寄付したんですよっていうのを不特定多数であの探しに行くことはできないわけ。ね、その街頭でチャリンチャリンやってるこれまあね、で、これは一応特定はできる。氏、ね、名とその振り込む先を特定でできるようにしてるわけでしょ。だから、あのー、一つ一つのケースを見ていくことになる。だからガイドでかでで一括集めて何かで、あのー うんと使うって言っててて言そこに使ってない場合は包括一,一括罪つってその組織ごと軒並みやられたっていう裁判判例があるんだけど街頭でねなんか貧しい国にこういうふうにお,こ、えー、お金をお、えー、お送りたいんです現金よろしくお願いしますって言ったらチャリンチャリン小銭とか入れてくわけよ、ね、それが2000万ぐらいとかなったわけよ確かに、ね、2000万ぐらいになってそれをその人たちの生活費に使う <laughs> <laughs> ね、そして次のバイトはバイトねだから職業安定法にも関わっていくんだけど次のだから詐欺してるとは思ってないわけそのマジでそのお金っていうのは貧しい国に行ってると思ってやってたわけね,ねこ,れこれとそ何がやばいかっていうと自分が払ったやつがその使い方がされるかどうかが問題になってくる、ね、その使い方がされるかどうかでその返金パターンが少なすぎるんですよ 想定されすぎていないなかつその返金する、ね、そ,の使その用途に使われないかどうかのジャッジメントが東京選管と高ィでしょこれ今のところ。ね、だけどその東京選管というのは実は、ね、我々国民の,あの代表なので代表なんで、ね、我々国民が判断す,するというイメージになる。だからほ,ほぼすべて、ね、気に食わなければほぼすべて返金されないということに陥る。 まとめまましたあまずこれねはん、なぜそういうことがやばいかって寄付金詐欺になってくるかっていうと、ね、まず1、販売の目的じゃないんです、これ。ね、販売と言いながら、販売されてないです。販売の方法をね、えー、商法に準じてないから、まず販売じゃないでしょう、これ。これは販売ですって言ったら、もう、カシャン祭り今、もう、もう金募ってますから、カシャン祭りが始まります。これが販売ですって言い切ったら、カシャン祭りが始まっちゃうの。金もう募ってるんでね。 でじゃあ寄付ですよ。じゃあ寄付の時にあの政治団体ですったら、ね、もう職業を要求してない、職業を要求してない段階であとは匿名5万1円以上だと乗るって言ってるけど5万1円未満,未満だったとしてもそれは住所、氏名、職業必要なわけそれを要求しないといけないの政治団体に対するやつだったらね。ねということは ある特定の、そしてその場合だと、用途を限定しなきゃいけないわけ。あなたの利益のためにここ、ここに、だから合法的な売名でしょ。あなたの合法的な売名も,もしくは、あなたの要望するものに対するサービスとしてやりますって言っちゃダメなんです。だって、団体に寄付するんだから、から団体の使い道でどうのこうのでしょ。だから寄付した場合は返金はないんです、普通に考えて。 返金しますから寄付してくださいっていうのはないんです普通に考えて政治団体の場合はね <laughs> それ言っちゃダメなんですじゃ寄付金の場合は特定の使用用途にもえ求めてやるやつはそれは OK で今これ政治活動のやつなんでだからもうその時点で破綻してんだけど どっちにもできないから政治団体に対する寄付とその特定のものに対する使用用途を限定したものに対する寄付の中間を取ってるからまあもうアウトなんだけどこれね, <laughs> ねじゃあ100歩譲ってねそういう今やつがないから政治団体に1回入れてその特定の人にため,ためだけに用途に吐き出しますというのが政治活動ですと <laughs> 政治活動ですとするとするじゃん、ね、そしたらばね その条件をいっぱい返金されない条件をやっていかないといけないですい。その人のサービスが提供されない可能性。まずはですね、いたずら書き。<laughs> ね、その人がやってってるのに、いたずら書きされたときには、えー、そのやいたずら書きした人は公職選挙法違反。これはいいでしょ、みんな。ね、そいつ貸しゃんね,ね。だけど、意図したものと違うものが払われるということになるわけでしょ。返金しないといけないでしょ。ね、はい。 ここ,ここ来たらもっと分かりやすいありますよね。ビリビリビリ破くもう軒並み中東京ねこんなやつらみたいな感じでそこら辺のジ,ジイババアが <laughs> これねだからあの根本くんの言葉借りるとそこら辺の,あのジ,ジイババアが怒り狂ってこいつらポスターにこんだけ出ない人選挙に出ない人こんだけ貼ってみたいな感じでビリ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 ,ビリやっていくとするじゃん。 ね、ビリ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 やっていくとするならば、ね、その人たちはお金を払って寄付して自分のやつの,やつの,その商品やサービスみたいなものを受けるために要は特定の寄付の使い方をしてもらうためにやったはずなのに名前と住所とか,名前と住所とか出してねやったはずなのにそれがすぐさま破かれるんだよ、ね、破かれるじゃあ破いたやつ公職選挙法違反でいいじゃんそれはそれでね。<laughs> それでいいじゃんだけどサービスが提供されてないんですよ、ね。代わりはないんです。もう代わりはないんです、ね。2024の選挙は終わっちゃうんです。あっという間に。ね、もしくはもうその剥がされてからの時間,時間で、ね、保証されなくなるわけでしょ。だ、ね、めじゃん。寄付金詐欺じゃん。<laughs> ね、国民が寄付金,金詐欺に加担するかもしれないわけでしょ。じゃあこれ、ね、意図的じゃない公職選挙法違反じゃないケースって。 ありますよねそうですよね。看板でしょ、ね、しかも仮説で立てた看板でしょ、ね、看板がいっぱいいっぱい候補者がいて看板が増設されてなかったらどう,どうすんの貼ら、ね、ないという行為はだめでしょ貼ら、ね、ないって言うのはじゃあだだ何を貼らないんですかっていうのに書かないといけないじゃん。ね、我々は何時最終的に 一番ケツになるように立候補してねそれを貼らないってことでしょじゃあその人たちはどうなるわけっていう話ねそれはおそらくですけど立花さんに文句を言わない人を選定して一番最後にするはずなんですじゃあ逆に言ったらならばねあのそ,のそ,のその先方で言った時にいきなり今100人ぐらい出ちゃったらどうするの100人ぐらい出ちゃったら一人もはれないってことになるからその場合 <laughs> N 国と人も晴れなくなるよ。と <laughs> いうことは、その先方もダメでしょ。ね、じゃあそ、それだったら、そういう場合は返金しますよっていうふうに書かないといけない。ねはい、台風来ました、地震来ました、ね、そもそもが公職選挙法違反じゃなくて、ね、看板が倒れました、でも選挙は普通に行われました、再選挙はありません。 選挙は普通に起こりました。看板だけがなんかトップとかでなんかで倒れちゃいました。雨降ってなんか知らないけど、えー、ぐちゃぐちゃになってよ,よく見栄え悪い,悪い状態がずっと続いちゃいましたみたいな。ね、ちょっとわかんないけどね。まあそういう自然災害等で起きた場合に返金しないんでしょう、おそらく。ね。わ <laughs> かりますかだから返金のパターンが少なすぎるんですよ、これ。<laughs> 返金のパターン少なすぎるんですよ。 特に今ありそうなのはいたずら書きとかポスタービリビリでしょ、ね、そ,れをそれを監視するために150人やってますって言っても、そんな、ね、分かるわけないじゃん、それね,ね。私が東京に行って、ビリビリって破って、ね、それは破ったことは、あのなんつかこうか、撮らないで、ビデオに撮らないで、あこれ破けてますよみたいなやつをどんどん,どん,どんこうやってったら、私が自作自演したらこ、この塔潰れるってことじゃないの寄付金詐欺で。<laughs> ねまあ、それがばれたならば、やるっつってないからね、やるっつってないからね、それがばれたならば、私がカシャンなんだけど、公職選挙法違反だからね。だけど、公職選挙法違反をね、絶対分からないようにやってって、ね、防犯カメラとかもないようなところのポスター、掲示板やってって、ね、この人のこれが破けてましたよ、返金しないんですかつってって、全部やってったら、もう軒並みやってったら、全部返金祭りじゃん。ね、だから、書くなら、こう、パターン、全部のパターンが網羅できなかったら、 あの返金はいたしませんって書くしかない、中途半端に書いちゃダメなんだめなの、返金はいたしませんなんです、普通に考えてね、それが寄付、用途を限定しない寄付でしょ、だからそれが普通に政治団体に寄付してくださいでいいわけねなな、ね、こっちからで、やったやつからでで、こっちからの予算からできるんだったらやれます、分かりますか。 何かを約束して金を、えー、あの寄付させてるわけでしょ。だから寄付の返礼品と同じなんですよ、ね。自治体にこういう返礼品があるからって約束させて寄付させてるわけでしょ。ふるさと納税と全く同じスキームなんです、これ、ね。それをやってるの。 かかりますかふるさと納税と全く同じスキームでそこでトラブルが起きた時のやつふるさと納税の場合はまだ、ね、事,業者事業者とかいますからだからそこは消費,対消費契約を結んでるのでだから その事業者側に不備があったならば、えー、その消費者と消費者たちが寄付した人との,その返礼品との、ね、やつとの保証ね、その人たち文句言わないようにいろいろ手厚くやるはずでしょ。ね、例えば、5万円相当の何かを予定していた場合にそれができなかったら、まあ、当然5万円相当、もしくはね、迷惑かけて納期とかやったら、ね、7万円とか、ね、8万円相当のものをやって、ことなきを得てるわけでしょ、おそらくね。だからそこは曖昧なんですよ、ふるさと納税の返礼品スタイルっていうね。 これそ,れそれよりもやばいのよ、これの場合。<laughs> それの今言った通りに、ジャッジメントが東京都選管とかタカティにかかってるでしょね分 <laughs> かりますかで、文句言うなっつってるわけ。だったら、ね、そもそもがそれを販売するような手を装わないで、寄付してくださいんだ。NHK 党にとにかく寄付してください。ねで、ポスター貼って1人。 いただいいた人はあの連絡くださいだから寄付金とかそういうものに応じな、ね、いそれに用途に応じないでそあなたのために使いますよなんです、ね、ただその人の住所があってその人が一向に寄付してないとするならば「あんまり寄付されてないよですので」つって断ればいいわけでしょ。 で逆に言ったら大口の寄付の人とかには、ねえー、こっち取りと、ね、もう大々的にあなたにはこうやりますって内々的に言って表に,に出さなくていいわけでしょ問題点としては何円以上寄付してください。ね その一口何円で何円以上指摘してくださいね。その人の住所、氏名、職業の職業も特定せず、匿名っぽくさせて、ね、えー、表に政治資金収支報告書には載ってきませんよと、報告の義務がないからね。でもその人を知りたければ、我々があれだからね、ポスターやったやつ誰だっつって、知りたければ、情報開示請求していけばいいわけ、普通に国民ね。すると、そこになければ、ね、統合とだめだから、そのやった人も。 やった人もダメなんだから。特定、特定寄付、職業を、ね、記載しないで金を振り込んじゃった人もアウトなんだからね。政治資金規正法。ね。わ <laughs> かりますかわかりますか特定寄付、いや、自分の身を明らかにしないでペンネームかなんかで、もしくは誰か親の名前とか使ってきあのポスターのやつやっちゃった時点で、そ,のそれがばれたならば、その送った方もアウトなんだよね。で、その送った方もアウトになるように、 なる可能性が高いようにやっちゃってるのよ、これ。<laughs> ね、寄付金詐欺です、ほぼ。ほぼ。<laughs> ほぼね。ね。だから、これを防止、寄付金詐欺を防止するんだったら、まずは、ね、このために使いますって言って、それ特定の人に利益誘導する形にしちゃいけないんです。ね、まずはくださいなんですかね。ね。そして、戦艦とかそういうジャッジメントは全部こっちへ、自然災害でも返金なし。ね、返金するってことはない。 ね、返金を求めるんだったらそもそも寄付しないでだから普通の政治し団体に対する寄付の集め方をしすれば問題ないんだけどそれは集め方をしてない特定の,そのポスターを貼るという権利を返礼品としてのふるさと納税みたいな形で、ね、税,税を納めせてるみたいなた立,花税立花納税ですタカ T 納税タカティ納税させてるんですよね ね、それはタカティ納税だけじゃなくて東京戦艦納税なんですよ <laughs>。東京戦艦納税だ。だって、ポスターがだめかいいかのジャッジメントは戦艦が握ってんだから、ねで。そして、もってして言うと戦艦もタカティも OK っつってるんだけど、そこら辺の市民が感情的にだめっていう可能性あるわけだこんなのビリビリ、ね、いたずらがきえ、ね。市民が、一般市民がク,こうクソやろみたいな感じでこうやる可能性あるわけでしょ。 まあ、その市民は見つかれば公職選挙法違反だけど、大概のそのポスターのやつって見つかんないじゃん、そもそも <laughs>、まあ防犯カメラとかまでやるもう、ぜもう1万何箇所で全部ビリビリされたらどうすんの <laughs>、ね、全くサービス提供されてないじゃん、だからそれ、想定されてないんで、返金いたしませんでしょ、ね、<laughs> だから、返金しますっていうことよりかは、一切返金しませんって、何があっても一切返金しませんってしないといけないのに、中途半端に返しますって言ってるんだから。 だからそのケースから外れてないケースが起きた場合には寄付員詐欺になっちゃうからだから一番は返金しないというとケースねどんなケースが雇用か返金しないんだからそれを了承した上で寄付してるわけでしょ、ね、で寄付その返金パターンが網羅されすぎないのよいろんなパターンがあるのにはい以上です